はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ガンダムデュエルカンパニー1プレイモードの、激戦区域ステージ2をやっていこうと思います。敵のメンツはクシャトリアがいますね。うん、やっぱ強そうだな。とりあえずバトルを挑むと。こっちの編成はとりあえず前回と同じ編成でいきましょう。で、スピードで刺すので相手のスピードをチェックしていきます。うん、フロントじゃなくてフロントか、こっちか。フロントは大丈夫そうですね。ミドルがちょっと刺されるな。スピード17、エールストライクガンダムいるんで、で、リア11なんで、うん、とりあえずいいでしょう。第2小隊は、あ、フロントハイエー19の16はユニコーンとかいるよ。これ誰？あ、エクシアのトランザムね。ちょっと不安が残るけど、とりあえず行きましょう。バトルを挑む。防御戦術っていうのもね、すごい興味あるんですけど、まあ、前回第2小隊で2人発動したけど、まああんまりって感じでしたね。あれがもう少し多くなってくるとだいぶ硬くなるみたいなんで、まあとりあえず今はスピード重視でいきましょう。シャア大佐頼みます。ギュイーン。若干アップってどれくらいアップするんだろう。ティエリアいいっすよね。ティエリアのこのスピードアップ欲しい。自分の今カード編成レア6が最高なんですけど、レア6持ってないっすからね。うわ、ガードされた。おお、マジかよ。これ痛い。429当たるか。当たらない。倒せない。ジオング、よし、範囲攻撃が役に立ったな。とりあえずクシャトリア撃破か。グフってどうなの。う、結構強いグフのくせに。これ落ちたな。やられた。ドーゾル中将さよなら。もう400は当たるか。やっぱり向こうの撤退が早い。この構成強化もな、強いんだよな。ジョニー・ライデンスピードアップ。これでシャアでスピードアップしてどうだ、勝てるか。うお、向こうもスピードアップしてきた。うわー、完全に取られたな。これは暗黒に帰れって言われても。うわ、めっちゃ強い。何これ、ヒットポイント低い回復とかって超いいんだけど。もうモビルスーツの性能が違いすぎる。うわー、これもやられたか。今回は圧倒的な戦力差で負けるな。冗談ではない。確かに冗談じゃねえよ。こんなうちのモビルスーツ編成じゃ絶対勝てない。楽にできないし、どう考えても。とりあえず機動強化で、あー、ちょっと待って、こいつら防御上がるからな。攻撃強化にしとこう。もう2人くらいな、防御戦術のパイロットカードが欲しいんだよね。そう、これで先手取られたから。フロントがまず白で防御力アップ。
シーマ様で防御力アップで、もう一人な最低欲しいんだよな400かよ終わったあーガードした終わってなかった。エクシアくらいは落とせるか。うん、落とせたけど、ここが限界か。ジオングも落として、これでは同化だよ。あー、なんだかんだで圧倒的な戦力差かと思ったけど粘ったな、粘ったけどやられた。ダメだったか。とりあえず戦闘任務でな、もう少しモビルスーツを増やして、パイロットカードもなちょっと手に入れないとダメかな。ちなみに第一弾カードの開封動画買ってから何もカード買ってないですからねそのまんま無課金でその後は行ってます。残念な結果になってしまったな。どうしようかな。とりあえず相手のモビルスーツをもう一回見ましょう。第二正体が強いな。シナンジュ R5、 ジオングもレア5だしな、ユニコーンレア6だし、俺もレア6持ってないっていうのが痛いよな。レア6 2体いるし、ちょっとそうですね、編成を考えないと。今回はレギュレーションにこのモードは制限がないですからね、もう強いやつはどん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 入れていけるっていう感じなんで、まあ強いカードを持ってる方が勝ちっていう。まあとりあえず今回、負けてしまいましたけれども、ちょっと編成を考えて、じゃあ次回また、ステージ2をやっていこうと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。